はい、こんにちは、クオホーム本田です。今回ですね、ご質問がありましたので、それについてお答えをしていきたいと思います。土地探しを始めて1年が経ちます。消費税増税前で焦っています。土地探しって難しいですね、という、嘆きをいただきました。ご質問ではないんですかね。なんですけども、まずこれですね、まあ皆さんよくある話だと思います。弊社に来られる奥様もやっぱり7割、8割ぐらいの方は土地からお探しの方が多いと思います。まあなかなか土地ってないですよね、っていう話はよくするんですけども、まあ土地を探し始めて1年経ってまだ出ないっていうことは、もうそもそもですね、やっぱり需要と供給のまあバランスが悪いエリアを探してっていうのはやっぱり一つあると思うんですよね。なので、まあ、そもそも、まあ、出ない土地を出ないエリアを探している可能性が非常に高いんじゃないかなと思います。1年経ったとはいえどですね、1年間毎日毎日そのインターネットで土地を探しているわけでもないでしょうし、なんとなくこう探してはいるんだけどと言いながら1年経った感じじゃないかなと思います。その間にじゃあ不動産屋さんから何回連絡がありましたか、その間に何回土地を見に行きましたかっていうと、ほんと数知れてると思うんですよね。ということは何が起こってるかっていうと、やっぱり需要と供給のバランスの悪い、エリアを探してる可能性もありますし、自分が思っている理想が高すぎる、もしくは予算が合っていないとかっていうこともありますので、もう一度ですね、整理をされてですね、不動産屋さんなり建築会社さんに土地があるかどうかっていうことも踏まえてですね、きっちり相談された方がいいんじゃないかなというふうに思います。不動産屋さんもですね、まあそのエリアで仮に出たとしても、まあ、1年前にそういったご相談を受けててもですね、その方にじゃあこういった情報、その方が探している土地のエリアに土地が出て、ね、情報出ましたよっていうふうにすぐに連絡してくれるかっていったらそうでもないです。やっぱり不動産屋さんもですね、お仕事なので目先一番新しいお客様に土地情報を渡すという傾向がありますので、常に私は土地を探してますっていうのをですね、不動産屋さんとかですね、建築会社の工務店さんに、アピールするっていうのも非常に大事になりますね。当然こちらから土地情報を提供する側から見てもですね、しっかりで、ね、土地情報を渡して、リアクションしてくれる方にですね、情報を渡したいという思いは当然仕事なのでありますので、まあなんとなく土地情報を渡してもですね、まあまた見に行っときますみたいな、こうなんかこう言われてですね、まあ2、3週間後電話したら、あ、ちょっとまだ忙しくて見に行けてないんですよねっていう方にですね、いの一番に不動産さんが土地情報を渡しませんですよね。なので、まあ、この方がそうなのかとは言ってるわけではないんですけども、1年経過して何もないっていうことは、ちょっと探してるエリアに問題があるのか、予算に問題があるのか、不動産屋さんに探してるよっていう声が届いていないのかっていうことの問題が起きてると思いますので、今一度ですね、不動産屋さんなり建築会社さんにもう一度相談に行かれてみてはいかがでしょうかというふうに思いますというのが本音です。はい、そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。はい、こんにちは、クオホーム本田です。今回はですね、この動画をご覧いただきありがとうございました。このチャンネルではですね、家づくりに関すること、家づくりに関するご不安なこと、家づくりに関する施工に関すること、家づくりに関する商品のこと、家づくりとはちょっと関係ないお話から家づくりの、裏話、含めてですね、いろんなことをですね、動画にして皆様にお届けさせていただけたらなというふうに思っています。ご興味ある方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけたらですね、最新の動画が皆様の方に、お届けできるかなと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録していただけたら、嬉しいなというふうに思っております。はい、そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。